お疲れ様です。ラットです。ということで、今日もね、クラッシュラリーやっていくんですけど、今日はですね、こちらの、高回転ね、ボールブレイカーデッキを使っていきたいなと思います。で、まあ、今ね、時代がボールブレイカーということで、ボールブレイカーね、メタデッキみたいなのも結構増えてはいるんですけど、やっぱね、ボールブレイカー強いっていうことで、今日ね、この高回転のね、まあ、なんか上手い人がもう、これね、使うともう、化けるんですよ。もうなんか強すぎて、なんか何人にも勝てちゃうみたいな。今ね、このベンザー選手。あれ、一桁に、いましたね。だったり、なんかね、この辺に、あれ、いたんですけど、もう落ちましたね。ハザード選手。そう、海外のね、まあ、有名なね、プロの方とかも、このね、デッキでね、マルチ一桁とかね、全然いってるんでね。今日これを使ってやっていきたいと思います。で、マルチ、今、マイク6級、まあ、砂漠も6級来て、あと100上げたら展開行くんで、まあ、それもね、明日ぐらいに動画出そうかなって言ったところですけども、よいしょ、とりあえずね、ちょっとまあ、ユニレベがね、まだ詰まってないんでね、グラチェの方でね、やっていきたいなと思います。というわけで、相手は、相手もなんか高回転の迫撃デッキのようなデッキですね。よいしょ。これ、ウォルブレイカーこっちにやって、こっち側にコウモリ足してってやろうとしたけど、これたまたま、ウォルブレイカーとバルキリーをボムタワーで受けられる、ちょっと辛いですね。同じようなデッキですね。同じなんですけど、相手はマジアチャタね、吹き矢がね、ありますね。謎に2枚ありますね。端前吹き矢っていうか、普通に吹き矢がだるいな。これ、この辺に吹き矢来るんで、これマジで。よいしょ。来なかった。あれ？相手諦めた？諦めてないですね。ちょっと動画をボツにさせるやつかと思ったけど。あ、これ惜しい。ちょっとマジアチャ下手なのは、申し訳ないですね。まあ、けど、これミリ残りまでなりますね。まあ、これバルキリーで守れたけど、まあ。このマジアチャは、まあ、いいかな。一発しか入らないんで、結局。許容して、ミラー対決なんですけど、コウモリが吹き矢なのかなといったところではありますね。よいしょ。といったところで、しっかりディガーを拾っていきます。で、この端前マジチャー来る可能性あるんで、そこを気をつけたいですね。ウッド転がしつつ、一応警戒しつつ、まあ、来ない。で、このボムタワーは美味しいですね。これまあマジチャーでも壊せるんで、まあいいかなっていった感じで、なんかね、うまいの使うとこれね、見た、僕はまだうまいとは言ってないんですけど、このね、その、えぐい、まあ、言ったらジャック君とか、高回転系のね、人が使うと、もうなんかゴレとか、まあ、言ったらラバとかどうやって勝つのデッキじゃないですか。まあ、空ね。空とか絶対きついじゃんみたいなデッキなんですけど、もうね、そこにね、やっぱ勝っちゃうんですよね。回転で。よいしょ、もうこことかですね。これだって、ウォールブレイカー止まんないよっていう。よいしょ、止まんないよっていう。はい、来ました。ボコボコですね。まあ、両サイね、もっと序盤から振ってもよかったかなと思いますね。なんかコウモリ、基本的にディガープラス、てかコウモリをやっぱ生かすっていうので、まあ、ディガープラスコウモリ。で、それに、まあ、別のタイミングでね、ウォールブレイカー投げれるとよりいいかなと思いますね。なんで、ウォールブレイカーでプレッシャー与えつつ、ディガープラスコウモリしつつ、を無限にこう、できるね、サイクルをつかめれると結構ね、いい感じじゃないかなと思いますね。で、相手からも、もう飛ばしてもね、終わるし、何しても終わるよねっていう感じですね。よいしょ。はい、諦めのね。まあ、ウェブーン、ディガーというわけで、まあ、なんならね、コツとしては、コツね、このデッキ、もう極めたら最強なんですけど、コツとしては守りすぎないですかね。はい、相手が攻めてきた瞬間に、その、結構ね、防衛力硬いんですよね。ボムダーとかバルキリーとかあるんで。なんで、相手が攻めてきた瞬間ぐらいに一回ね、ウェブを飛ばすとかね。二コスだけポイって逆サイ飛ばしてあげて、残りの手札で一回防衛するみたいな。で、防衛したユニットに、ディガーをね、カウンターで、まあ、言ったらコウモリとか、バルキリーと防衛するじゃないですか。それにディガーをつけるみたいな感じのことを結構繰り返すイメージですね。そしたらもうね、相手の方がコストを追いつけなくなってね。まあ、勝てるっていう感じですね。はい。というわけで、グラチャレなのにマッチングを長いと。いう感じですね。最近、すごい困ってることがありまして、韓国生活2時間じゃねえわ。2ヶ月ぐらい？ 2 ヶ月も経ってないかな？どんぐらいいるんかな？なんかまあシーズン2始まってから1回だけね、1ヶ月ぐらい経って日本に帰ったんですけど、
僕その時に髪を切らずに、結局あれですね、シーズン2始まる前に切ったまま一回も切ってないんですよ髪。だから髪伸びすぎてもう鬼邪魔なんですよね。テンゴッドとかももうなんかね、髪伸びすぎてね、顔全体も見えずね、なんかえぐい怖い人みたいになっちゃってるんですけど、やっぱ髪ね長いとね邪魔ですね、普段の生活において。本気でこれは思いますね。これコウモリにリガーつなげて、もう邪魔すぎてすごい不便なんですよ。くくったりするやつもないし、まあ、くくれるほどもないんで、なんか普通にしてると、もう前が見えないみたいな、前が見えないし、なんかね、そのとりあえず不便っていうやつですね。で髪まあ切りたいですけど、韓国で切るのはさすがに優秀じゃないですか。さすがにね、さすがに僕そこまでできないなと思ってるんで、よいしょ、いやさすがに韓国では切らないですけど、辛いですね。なんかもう髪長すぎて、もう邪魔で邪魔でしょうがないんですよね。ちょっとそれだけはねどうにか解決したいんですけど、まあ、無理ですね。お、相手エルキぶっ飛んだ、おいしい。はい、なんでまああと2週間ぐらいなんでね、言うているのも。でももう普段の生活してたら、もう髪下ろしてると、っていうかまあ普通に髪ってやっぱ重力で落ちるじゃないですか。もう前が見えないんですよね。で邪魔くさくてちょっとね普段困ってるんですけど、基本的にね言ったらその普段家の生活だったら髪上げてるんですけど、僕おでこがね地味広なんでね、結構あれなんですよね、コンプレックス的なね部分を持ってるわけなんですよ。まあ、皆さんそういうこと、まあ、あると思いますよ、そういうね。ああ、僕もこう、自分のここ嫌いだなとかあると思うんですけど、そう、だから僕、あんまりね、人前で髪を上げたりしないんですけど、まあ、さすがにね、こう、ずっと生活してるとね、もう髪、普段上げてて、まあ、基本暴走してるって感じですね。なんで、ツイッターとかでもね、ライクさんから、まあ、僕もリツイートしたんですけど、なんか、まあ、12時ぐらい寝て、夜、で朝4時に、まあ、強制で起こされるでしょ、朝マック行くぞっていうこの悪魔のねささやきで起こされて、朝マック行った時の僕のね写真が載ってると思うんでね、ぜひねそちらね見てみてもね、ちょっとまあ髪がね、まあ、寝癖とか混じってますけども、まあ、髪がめっちゃくちゃ長い僕がね映ってるんで、まあ、見てみてもいいんじゃないかなと思いますね。というわけでエリゴレ来たよ、エリゴレ来たよ、マジ。まあ、でもエリゴレ見えたらボムタワーですね。よいしょ。よい、え？はい。はい、ふざけんな。はい、ふざけんな。って言ったところで、チーマのは切れそうですね。スパーキー一発入ったのがでかすぎて、話になんないっていう。まあ、これでも打ったら多分ね、こう、殺せるんですよ、こいつ。よいしょ。はい、来ました。神ウッド。いで。で、まあ、ここは、このトリトンはね、結構ね、相手はおつらいトリトンだと思うので、まあ、ネクルとかね、トリトン一個一個重いんでね、こういうところに、こう飛ばしてあげるだけで、もうこれがきついですね、相手。はい。で、ベビドラはさっき攻める最低使えない。よいしょ。G やチェイニックっしょ？なんかね、ザップ系使ってくれると美味しいんですけどな。使ったら、ウォールブレーカーが止まらないっていう感じで、まあ、2-1 プランでいきたいですね。これ一発かな。よいしょ。でこのベビーは、やば、マジめっちゃコストあるじゃんと思ったけど、エリゴレ3コスですね。はい。というわけで、まず、急いで溶かして、これ、まあ、ポイズン打つんだろう。これ今4コスで打ってるんで、今僕2ヤードで、これ4コスと、僕入る今6カード持ってますね。はい。6カード OP ということで、やば、ちょっと待って。やべ、コストが。待って、下手してる。ちょっと今下手くそ。待って、6コスアド取った使い方がくっそ下手くそ。あ、でも入って。OK。OK。あとね、489はね、さすがに気合で削るんで、まあ、289は正直守れないですね。守れないんで、守れないけど、こっち側にね、こういう時にこう、プレッシャー与えていかないと、僕もね、辛くなってきますね。で、エレクトロウィザーが落ちる。あ、OK。ボーボーしてる、ボーボーしてる。OK。入れ。入れ。ぶん殴れ。うる。OK、OK。来た。よしよし。で、これコウモリ出して、これ守るよ。これスケ出して、一回受けてからのディガーで気合で耐える。オッケー。待って、やばい。ねえ、なんかね、削りたいけどなんもねえ。待って、耐えて。オッケー。いや、いいですね。
オールブレイカーマジで。マジでいい。なんかね、奇跡がありますよね、最後の最後に。え、勝てたみたいな。オールブレイカー入れ入れ入ったっていうのがね、あるんでね、すげえ。なんかね、諦めずにできるいいカードじゃないかなと思います。まあ強すぎますけどね。なんかもう下方修正されるの確定みたいなの言われてますけど。はい、といった感じで、まあちょっとね、髪が長すぎて邪魔で、僕でも髪ね、あれだったんですよ、昔。めっちゃテンパで、マジでもう人生においても髪がストレスすぎて死んでたんですけど、ブリーチしたことによってね、髪が結構傷んだことによってよりまっすぐになってちょっと落ち着くっていう、なんかね、そういった自分がめっちゃ嫌だったけど、ちょっとね、こういうのはまた話したいと思うんですけど、なんとでもなるっていうのでね、はい、皆さん頑張ってくださいというわけで、こちらね、今こっち6級なんでね、こっちも7000持っていきたいと思います。では、よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いしますと。お疲れ様でした。